はいみなさんこんにちは。みーちゃんのつぶやきです。今日はコストコのお惣菜の新商品、ヤンニョム豚バラ焼肉の紹介をしたいと思います。これなんですけど、年末に出てた商品で、なんか焼肉の美味しそうなやつあるなぁと思ってたんですけど、なかなか買えなくて、やっと買ってきました。量り売りの商品で、100g あたり118円で、僕の買ったのは2175円でした。 じゃあ早速見ていきましょう。蓋を開けるとこんな感じなんですけど、もう真っ赤っかで、豚バラのちょっと厚みのあるスライスにタレが絡めてあるって感じで、色を真っ赤っかですごい辛そうなんですけど、全然辛くなかったです。ちっちゃなお子さんでも食べれるぐらい全然ピリッともしないぐらい辛くなかったです。寄った感じがこんな感じなんですけど、タレが絡めてある豚バラに、 ネギと白髪ネギも乗ってるような感じですね。ヤンニョムっていうのはどういう意味なのかなと思ってちょっと調べてみました。これなんですけど、 ヤンニョムっていうのは、韓国料理における合わせ調味料の総称、焼肉などの下地をつけるほか、キムチ、チゲ、ナムルなどにも使用される。合わせ調味料みたいなことを韓国語でヤンニョムっていうみたいです。漢字で書くと、薬に念ずるって書いて、ヤンニョムって読むみたいです。材料は、コチジャン、テンジャン、カンジャンのほか、唐辛子の粉、ごま油、すりごま、砂糖、ニンニク、生姜など、いくつかの材料を組み合わせて作られる。 また、梨などの果物を使用することもある。薬年という名称は、食が薬になるという異色同源の思想に基づいている。そういう意味なんだな、っていうことですね。それで、お皿に出したのがこんな感じなんですけど、結構大きい焼肉用っていう感じにもうスライスされてて、それにタレが絡めてありまして、野菜も少しですけど、玉ねぎとかパプリカとか、こういうのが入ってる感じです。それで、フライパンでちょっと焼いてみたんですけど、こうやって並べまして、 裏返しまして、結構タレが焦げるんで、焼けてるか分かりにくいんですけど、まあいたいいつもの感覚で焼いてみました。お皿に盛り付けたのがこんな感じなんですけど、本当に焼肉って感じですよね。 味の方なんですが、最初に言いましたように、全然辛くないのと、味噌ベースの美味しい焼肉のタレっていう感じで、すごい甘いタレで、結構お子さんなんか好きなんじゃないかなっていう感じがしました。辛くないんですけど、すごい唐辛子の風味っていうか、乾燥したパプリカっていうか、ピーマン系っていうか、ああいう感じの植物の風味がすごい強くて、すごい食欲をそそる味噌ベースの焼肉のタレっていう感じで、美味しかったです。それで皆さん、 結構野菜が少ないんで、それでいてタレがすごい濃厚なんで、野菜を足すと結構美味しくなると思います。おすすめの野菜は、もやしとか、キャベツとか、玉ねぎなんかも美味しいと思います。それで、おすすめの食べ方なんですけど、皆さん、サンチュってわかりますかね ナッパなんですけど、こういうナッパで焼肉屋さんとかであるやつですよね。これがなくても、サニーレタスだとか、コストコで売ってるロメインレタスだとか、ああいうのでもいいと思います。これにですね、焼いた焼肉を乗せまして、そこにご飯をちょこっと乗せるんですよ。それで、大人だったら、このコチュジャンっていう韓国のこう辛い味噌なんですけど、これをちょっとやって、くるくるって丸めて食べると、むちゃくちゃ美味しいと思います。おすすめです。それで、ごちそうさまということですね。今日は、コストコの お惣菜の新商品、ヤンニョム豚バラ焼肉の紹介をしました。辛くなくて、お子さんでも美味しい美味しいってバクバク食べると思います。味噌ベースの美味しい焼肉のタレが絡めた豚バラ焼肉ですごい美味しいんでおすすめです。それと皆さん一つ気をつけてほしいのが、もう豚の油とタレでですね、すごい脂が飛びますんで、 台所でフライパンで焼くときも食卓でホットプレートとか焼肉のプレートで焼くときも跳ねますんでその辺気をつけてください。食べ応えありますんで一度よかったら買ってみてください。またチャンネル登録、いいねとよろしくお願いします。今日はこれで失礼します。ありがとうございました。